町ランチ一番店。ここはどこですか？豊橋市です。豊橋といえばね、はい、まあ、あの方もね、松健さん。そうです、松下健三郎さんどこぞの松健さんですかそれ松原健さん自体は私はもうミュージカル仲間ですから。あ、女は誰も見ない文学少女さってないと思うなら君も詩人だれ。ちょっと見てて変わりました。ありがとうございます。ミュージカル俳優と、じゃあ今日はランチに、ランチに行くぞ俺はランチを食べに行くぞあれ、ミュージカル俳優も大絶賛。テレビ初登場店が作るふわとろオムライスに超柔らか絶品牛どて丼、そしてパンまで手作りのこだわりハンバーガーが登場。うわ、いい、うん、本物だなって感じがしますね我が町ランチ一番店豊橋市編スタートです。実は1軒目なんですけど、はい、これまで取材を断ってきたお店なんですって。それがなんと今回取材 OK ということは、ミュージカル好きなご主人がここもミュージカル、ミュージカルのスターが来るというなら、お、普段人が違いますね声出てるの、OK になったわけかい。待って、疲れてますよね若干、ここ息切れしてるじゃないですか。目の前見てください、ここです。洋食ビストロニッコロ屋さん。ニッコロ屋さん、すごく雰囲気ありますよね。ここだけポッとね、テレビ初、お邪魔します。すごいシチュエーション、古民家なのか、この昔のお家を、すごい味わいの深い、すいませんお邪魔します。景色がいい、素晴らしい。こうやって外見ながら最高のビューポイントね、景色見ながらいいですね。いいですね。取材 OK の理由は後ほど。まさに隠れ家のようなお店、洋食ビストロニッコロ屋、豊川沿いにあり、川を眺めながら食事をすることができるんです。お店を切り盛りするのは洋食歴40年以上の柳生忠さん。こだわりの特製デミグラスソースをベースに作る洋食料理がこちら。ハンバーグやハッシュドビーフなど、どれも本格的なんです。食べたい。丁寧に作られてます。まずは皆さん何を食べているのかご夫婦に話しかけてみると、妻はお腹に赤ちゃんいるって撫でてます。そうなんだ、9月生まれますね。もうすぐだ。出産間近のご夫婦にスギちゃんからアドバイスが。陣痛の時にさ、アロマ嗅がしてくれっていうかさ、頭持ってさ、こうやってアロマの瓶の蓋取ってこうやって嗅がしてたけどさ、お前イカれてんのかティッシュにつけて、それはそう、強いかもしれない、強いですよ香り時間に言われるけどね、全部は教えてくれないのでね、汲み取らないといけない難しいですね、難しいですよね。出産前に奥様がどうしても食べたかったというのが、オムライスがすごい美味しそうに映ってて、実際食べたらもう美味しい、鶏肉、玉ねぎ、ピーマンを炒めたケチャップライスにトロトロの卵を乗せ、特製のデミグラスソースをたっぷり。多めにお願いしますこちらがお店の人気ナンバーワンメニュー、とろとろ卵のオムライス。いや、たまんない。この一口大きい、嘘、卵たっぷり、うまっ、卵のふわふわ、とんでもなく美味しい。このトマトケチャップとこのデミグラスと、まあうまい。甘めですか、デミグラスソースは。甘め、この卵がめちゃくちゃ甘みがあるんだけど、舌触りもいい、ものすごく私の舌をもてあそんできます。もてあそんでるんですか。そしてもう一品おすすめメニューが、塩とんかつ。塩とんかつ、あ、お塩が、
食べたら虜になるという塩焼きとんかつ。そのわけはなんといっても豚肉。使っているのは柔らかくきめの細かい肉質と豊かな旨味の浜松ブランド夢の夢ポーク。少なめの油で揚げ焼きし、サクッと仕上げるためにオーブンへ。こちらがあっさりと食べられる焼きとんかつ。一般的な食塩に比べ、ほのかな苦みや甘みのあるフランス産ゲランドの塩につけていただきます。柔らかい、お塩が合いますね、うん、油もね、ちょうどいいですよ。衣が薄くてサクサク、うん、うまい、おいしい。本当にさっぱりするし、やっぱいい塩使ってるから、うまい。油にね、甘みがありますからね。お料理をいただいたところで、気になっているあの質問へ。なぜか今回そうな、なんででしょうね、 OK になったってびっくりしました、スタッフさん。取材 OK の理由はやっぱりスギちゃんのタレントパワー。え、この後驚きの理由が明らかに。お店オープン以来取材 NG だったニッコロや、なぜ今回取材を OK してくれたのか。歩いてきて分かったと思うけども、住宅地のドン付きだよね、はい、これ結局駐車場が4台しかない、はいはい、テレビ出たら近所の方々にすごい迷惑かかるのがもう見えてたから、ずっと断ったの、はい、じゃあなんで今回かというと、あのディレクターさんがね、はい、その駐車場の件に関して触れてくれるって言ったんで。あ、なるほど、そっか、それは触れるんだったらという、そう、いいぞと言ってくれるんだったらっていうことですね。まあそれが全てですよね、うんうん、そう、うん、取材 OK の理由はこのキャッチの放送で4台分しかないお店の駐車場に触れること、ということできっちりご案内させていただきます。お店の駐車場が満車の場合は1号線を東に行ったコインパーキングにお止めください。なるほど、うん、でもね、初めて取材に来てくれるんだ。すごい、ありがとうございます。はい、まあ、これでスギちゃんでよかったなと思って。わー、嬉しい。本当に洋食ビストロニッコロ屋のランチを堪能したところで、続いてのお店を調査。仕事仲間とたまたま来店していた店主の同級生。他にランチで行くようなお店をちょっと知りたいんですけど。店主の手前、あまり大きい声ではと紙におすすめのお店を書いてくれました。三作さんですね。三作お店の名前だけを頼りに教えていただいた三作へ。何のお店なんだろう。教えてもらいましたもんね。三作さんですって。これだ、三作さん。こちらですね。あー、飲み食いどころおばんざい。和食ね、和食ですね。食べるとこあるんですか。大丈夫かな。待って、ちょっと待って、ウェルカムモードでしたよ。おばんざい屋さん、お願いします。三作さん、いやー、やべえ、なった。見てみ、ただいまの時間テイクアウトのみ。まさか、テイクアウトのみですが、まずは取材交渉。カメラは中京テレビのキャッチです。中京テレビキャッチ、ありがとうございます。 OK です。 OK、 ちょっと待ってください。もう、つわつわ聞こえてますよ。おはようございます。心よく取材を OK してくれたのは飲み食いどころ三作。店内にはカウンターとお座敷があり、和食中心の料理がいただけるんです。イワシだな。しかし到着したのは午後1時40分。1時半からはテイクアウトのみなんですが、お店のご厚意で店内でランチをいただけることに。ありがとうございます。それはあれですか、スギちゃんだから OK になってますか。そうです。まだ引きずってますね。すみません、スギちゃんだから。今度こそスギちゃんだから。スギちゃんのタレントパワーで食べられるお店おすすめのランチが。いや、うまそう。うわ、
ゴロゴロ散策名物ゴロゴロ牛丼手丼です。牛丼手丼大根入ってますね。大根と人参と人参と豊橋の野菜、野菜ですね。地元豊橋の大根や人参と牛ホルモン牛すじを赤味噌ベースで煮込んだ散策名物牛丼手丼。いただきます。うん、やうまい。この甘めなもう味噌がたまんないですね。うめえ。とろとろ。この軟骨の歯ごたえがちょっと残ってる。軟骨って入ってます？筋本当に適当です。こちらのお店、お母さんと娘さん夫婦で営んでいます。お二人の馴れ初めは、まあ、学生の時にアルバイトに来てて。ちょっと待ってくださいよ、なんかロマンチックやってくれましたね。ちょっと雇ってみたら娘を。逆で私が。そっちですか。なんですか、もうやってくれましたよ娘さんが。いいですね、いいですね。ちょっとバイト取ったら娘が引きずり込んでる人間が。でもめぐみさんの一目惚れで付き合い始めたものの、喧嘩ばかりしていたというお二人。最初は一目惚れだったけど、なんで喧嘩になるんですか。初めての彼氏だったので、憧れが、こういう感じがなんか理想があったんですけど、はい、あの現実こんな違うな、全然これが現実。なるほど。そうか、ね、ペアリングとかあるんじゃなかったのか。あ、なるほど。ないんだみたいな。ないんだ、拗ねるみたいな。、ね、そこまで言わなくていいんじゃない。確かに。それでは仲良し家族のおすすめランチ教えてください。近くのハンバーガー屋さん。ハンバーガー屋さん、なんて言ってますか。ザ・ルーツさん。ザ・ルーツ、そこ行ったことはあるんですか。母と一緒に。あ、そうなんですか。どんなハンバーガーですか。肉肉しい、なんか肉を手切りで、肉を手切りで、なんか結構それをハンバーグにされてるって。パンも自家製って。早速こだわりのハンバーガーが食べられるザ・ルーツへ。ここだ。あ、ザルーツさん。あれ、時間、あ、クローズ。なんとすでにお店はクローズド。でも中にお店の方はいらっしゃいますから。目が合っておりますが、中に人がいらっしゃるようなので、早速取材交渉へ。ワイドだろで有名な。めちゃくちゃいいお店、なんかハンバーガー屋さんだって。そうですね、そうですよね。で、夜あのお酒も飲める感じ。はい。携帯を取り出して、スキちゃんの写真。え、マジ、どういう、待って、どういうこと。スキちゃんの写真撮ってません。おかしいよ。ちょっと待って待って待って、これ入っていいかな。え、どういうこと。あ、なんか気づいた。マジでよ。マジでここからまだじゃないんですよ。もう昼休憩中にもかかわらず、取材を OK してくれたのはザ・ルーツ。おしゃれな店内でいただけるのは、散策の娘さんに教えてもらった手切りハンバーグ。それがこちら。塊肉を細かく刻んで、一つ一つ固めてパテにした、まさにステーキのようなハンバーグ。そしてこだわりは他にも。自家製のパンに自家製マヨネーズを塗り、野菜、パテ、そして自家製チリソースをトッピング。その上に焼きパイン、サワークリームをのせたら、お店おすすめのレッドホットチリパインバーガーが完成。ちょっと複雑な味ですかね。やったー。甘くて辛くて、うまい。ママたちが言ってた肉肉しい、ほんとその通り。もうステーキでも焼肉、焼肉で、このお肉もまた柔らかい。めちゃくちゃ美味しい。本当にね、甘みのあって、ちょっとピリッとする辛いの苦手な人でも全然平気。
どうですかこの食べっぷりは。本物だなって感じがします、ね、本物です。本当にもらえるとなんとそうなんです。